話っていうかね、前に出ると涙出るぐらい、やっぱりこれ教育ですから、言い訳じゃなくて、いやだからその頭があるもんだから、うん、アメリカ軍をに対抗するには独立じゃなくて日本人としての意識が芽生えたわけですよ、より強く。そうすると対抗できるわけですよね。だからそれが教育が大きい。だから中で読んだら、その護国神社の復興とかね、あの結構教職委員会も一生懸命やってたとかね、あの別に革新ってわけじゃなくて、たまたま革新ってなったけど公民化教育から文国教育からずっと同じ流れで、そうそうそう、我々は日の丸の下でね、あの日本国民としてやるのが正しいんだと。そうです。それは何も変わってなくて、ずっとおかしいなこと言う。だからあの これ見たら分かると思うんですけど、あの最初革新が日の丸振ってたわけです、うん、ね、なんかおかしいでしょ。それやっぱりあの夢っていうか、別に左翼思想を持ってたとかね、共産主義革命したいと思ってたとかってなくて、大和に帰りたいと言って先生方が教えてるっていうのは、まあ、これが革新なのかなっていうね、うん、だからやっぱりあの沖縄、まあ、琉球政府のというか、あれは1952年できたんだけど、それの最初の教育者、沖縄の、ね、の人たちが引き上げて沖縄に来て、まあ、あの分かりやすいのは屋良朝さんですけども、やっぱり公民化教育受けて、で受けたどころかそれを教えてる立場でより強いわけですよ、屋良朝さんの思想がこうの人だから。だから山中哲さんの頭があるからね、あると教え子とかなんとか自民党であれ別にそんな違和感ないわけですね。だから僕はですね独立運動とかなんとか、まあ、やってるんですが、一番あのそれ言う前っていうか、まあ、言いながらでもいいんだけども、やっぱり琉球人の歴史で琉球のその魂っていうかね、うん、それを教育するのが先だと。だからお腹さんなんか、お腹さんでもね、その辺が甘いっていうか、うん、今の日本に対してあの対抗っていうか、あのできてないのは中途半端なんですよ、うん、だから要するにお腹さんの考えも。だから沖縄のアイデンティティと言いながら、沖縄教育的なものはしっかりとした理論に基づいてあのやってないんですよ。だから僕はだから沖縄アイデンティティをちゃんと教えてね、あの公用語っていうかは別に日本語でいいんですが、文化的なものとしてあの沖縄語をですねちゃんと整備して、あの昔明治の最初に日本語がバラバラだったのが統一して教科書作って標準語を作ったわけですよ。と同じように琉球標準語を作って那覇市を中心にしてね作って、別に都を否定するんじゃないですか、うん、あれはあれでまた作ればいいんですが、あの琉球基準語、僕は基準語って言ってるんです、うん、それ作ってね、それもとにあの刺繍であるとか、あの琉花とか、あのそういうものをあのやっていって文化を復興すると。いうことでやって、今はねあの中途半端なんですよ。琉球文化をやってる人でももう完全に日本人の中の沖縄県民という意識ですから、うん、そうじゃなくてやっぱ琉球文化って違いますから、日本文化と。第一あの沖縄の琉球文化って天皇を上に抱いてないですから、まあ本当の方はその天皇はダメだという人いるかもしれないけど、まあ一応はね平均的な考えとして日本は一応天皇が上にいるわけですよ、うん、違うから、だそれを違いを認めていろいろ教育を独自にやった上で仲良くすればいいじゃないのという立場ですね。ただ本当にそれがね大和化っていうか日本化っていうのがただひたすらこうずっと続いてきて、もうアイデンティティとか琉球的なものが薄れてって風化してってっていうのがやっぱりオスプレイあたりからね、民主党の鳩山さんのあたりから、まあ中途半端かもしれないけど今までずっと薄れる一方だったのが、いや我々は我々だっていうのがちょっと盛り返してきたっていうか、あのそうですね、はい、いやいや、これちょっと確認して大丈夫かな、うん、それで、ね、そのね、そう、だから結局一番1年半前に取材始めた時のまだ何も読んでない頃の一番素朴な疑問としては、うん、沖縄の保守って何だと、うん、保守ってそもそもその土地の伝統や歴史や文化をね
一番大事にする人たちが保守だとしたら、ここで日の丸振ってる人は大和の伝統や文化を大事にしてる人で、あれは沖縄の保守とは言えないんじゃないかと。そうそうそう、あのね、じゃあ沖縄の保守って誰だっつったら、むしろ革新の方がね、あの保守よりもね、まだ、まあ、昔は違ったのかもしれない。本土復帰でいろいろ読んでいくと、本土復帰の前は、復帰運動の頃は琉球処分がどうしたこうしたみたいなこと、復帰運動に水を差すようなことは言うなという空気があってね、我々は大和と一緒だっていうことばっかり言ってたけど、あのだから本当に我々は我々だと、大和たちが琉球オリジナルのものがあるんだっていう一貫してそういう主張してる勢力ってあんまりないのかなっていうね。あの、うん、だから保守なんか今自民党の、ね、あの保守はあの、まあ、普通に言えば沖縄的な保守はないですね、うん、というかあの本当のね、何に保守というか、まあ、ちょっとわからんところありますが、沖縄の保守といえばちょっと自分で言うのは変ですけど、僕は保守ですよ。要するに琉球人という立場であのやってるという、あの今ね沖縄保守とか言ってインターネットとかで、あのなんとかあの党とか、ちょっとビデオ撮ってるんで名前は出せませんが、あのなんとか党とかいろいろあってですね、沖縄保守を自称してるんですよ。それも僕に言わせれば沖縄人の立場であれば売国ですね。保守どころかもうあの売国、例えば韓国の新日を今あの遡って財産没収してるから、うんうんうん、あれと同じで、あの昔で言えばあの新日派ですね。で僕は頑固党っていうか、うん、頑固党名称も後でわざと、うんうん、あの勝ち組が悪くつけてるんだけども、うん、というか独立派というかね、あの琉球魂派なんですけどね。それと同じで、あの沖縄保守を今自称している人たちが、実は僕から言えば沖縄保守じゃなくて日本の親日売国党なんですよ。だからどっちにしたってよそから来たね、あれの価値観をありがたがってるわけでしょ。だから本当自民党あるいは民主党とかね、その流れの人たちは時の支配者であるアメリカあるいは日本というその自分たちじゃなくてよそから来る支配者の守る側にいる人、だからそれは保守とは言えないですよね、うん、沖縄でも沖縄保守とか言ってる人たちは保守じゃなくても安倍政権ネットワークグループでしか言えないですよ。だから沖縄でですね、だ沖縄自民党は今の昔の沖縄の自民党と違ってなんか変なもう売国保守みたいになってますよね。あのなんかおかしいことに、あの尾長さんとかが国連であの先住民族とか、ね、うんうんうん、沖縄はもともとそういうものでそれを差別していけないと独立とは言ってないんですけどね、それを消してからんと全くあの日本人だということで自民党の人が言ってるんですよ。昔のだから復帰前の沖縄自民党と違うわけですよ。復帰前の沖縄自民党は沖縄のアイデンティティを持ちながら本土 の, あの大企業やれたまずいというのを持ちながら、でもしかしもうあの仕方ないというかね、あの復帰なりではちゃんとしようというふうにあったんですけど、今はだから沖縄の保守といえばもう、まあ、僕は別として尾長さんぐらいかな言えるのは。だから西目さんの頃なんかもね、西目淳さんも大和中になりたくてもなれないとか、やっぱり 100% 東京の自民党と一体化はしないわけじゃないですか。そう我々とあの人たち独自性があるわけですよ。沖縄人の誇りというかね、単なる支部の使い橋じゃないよということで、あのそれが完全に尾長さんたちを追い出してから今の2013年から後の自民党は完全にもう東京と一体化しちゃってますよね。もう僕なんかから見たらもう少しも僕もまあ保守の面あるんだけども、うん、少しも支持するところがなぜかと彼は保守じゃないからね、うん、自民党のあの安倍グループネットワークグループであって東京自民党みたいな人ですね。保守というのはね、やっぱりあの、自分の置かれてる人種のね、
民族あの血族的な意味で民族主義的な立場が少しはあるわけですよ、うん、10% ぐらいないと保守とは言えないと、うん、まあ今のグローバルの時代でね人種とかいうのは良くないんだけども、でもやっぱりそういう沖縄のアイデンティティを守るというかね、独自性を持った上で日本の権力ともいろいろ一緒になって、うん、沖縄のためにやっていくというのが欲しいでしょ。もう全くダメだね。だからまだうっすらとだけど、そのここね何年か沖縄アイデンティティっていうのがちょっとずつ強くなってきて、沖縄アイデンティティね、うん、でこれはなんていうんですか、だから東京はなかなかそのことを知らないし理解しようともしないから、うん、基地に反対する人イコール左翼革新って思ってて、だから百田直樹みたいに、うん、ね、あまた左翼が騒いでると、うんうんうん、いうふうに理解しようとするわけじゃないですか、うん、だけど今起きてることは尾長さんみたいな人が一応先頭に立ってやってるわけだから、うんうん、別にあの人は共産主義革命したいわけでも何でもないわけで、むしろ沖縄アイデンティティと日本のナショナリズムがぶつかってる、ナショナリズム対ナショナリズムであって、別にこっちに革命集団がいるわけでも何でもないのにね。いやだから百田直樹かとか見たら本当に思うのはね、保守だったらね本当の本物の保守はああいうこと言わないんじゃないかという気がするんですよ。例えばね、琉球独立 論に関しても百田さんとか彼らはですね、もうネットワークと同じで琉球独立論は裏で中国が操ってると、うん、沖縄の基地を全部撤去して中国軍がその後に来るという、こればっかし言ってるわけですよ。で非常に単純というか、いろんな考えがあって分かった上でプロパガンダ的に言ってるかどうか分かりませんけどね。沖縄が独立してもですね、日本が損しない方法もあるわけよ。要するにまあ半分謀略というか、例えばねこういうこともあり得るんですよ、やり方として。例えばね、沖縄のがもう独立の方向に向かったとした場合に、もうそれはもう流れとして止められないとした場合にね、沖縄の保守系の独立派っていうか沖縄の保守系の政治団体に日本の保守系が、まあ、裏でね金を上げて親日的な琉球を国っていうのを作ることも可能なわけですよ。この考えが全くない。まあ立場違うから僕は言う立場じゃないんで、もし僕がね日本の本物の保守だとしてね、沖縄で独立運動が起きてるといろいろ分析したら、まあ、これ本物だということになればどういう行動を起こすかと、まあ、裏か表か、まあ、それはいろいろありますけれども、まず裏で沖縄の保守的な独立派とね、まあ、話つけるとちょっと少し交流して独立するんだったらやっていいよと、その代わりね中国とか北朝鮮それに対抗するために独立はね、まあ、させてあげるという言い方はちょっとおかしいんだけども、自分でするもんだから、独立その代わりね日本と同盟してくれんかと、したら援助もするし沖縄独自の文化もちゃんと認めてねやるという、そういう人間が出てもよさそうでしょ。僕だったらそうしますよ。ただそこまで考えが回ってないのか、まだ時期が早いのか知りませんが、全くワンパターン彼らのやり方だから、一体何なのかなっていうね。保守でもね、僕が分かんない一人あれと山崎幸太郎かな、あと岩崎幸太郎とか言いますよね、月刊日本、そう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 、あの人は、まあ、まだいい方なんですよね、まあ、本物に近いかなっていうのはあるんですが、まあ、あの人でも十分じゃないんですがね。だからその辺の謀略っていうか裏の謀略とかそれがない、くだらないね、なんていうのかな、くだらないね、東洋的なね、幸福の科学的みたいな、要するに、いや、この取材始めて
尾長さんの言ってることには筋が通ってるのは大義があるなって思ってますけど、でも別に僕は大和音中だから、沖縄の人こと沖縄の人は決めればいいと思ってますから、尾長さんとは違う考えのグループがあって、いやそうじゃない、我々はこう考えるんだって言うんだったら、そっちの意見も聞きたいなと思って自民党にも何度も取材してるんだけど、ここがモヤモヤしてて、ここっていうのはあの自民党県連ですよ。あ、ここがね、じゃあね、尾長さんとは違う、尾長さんへの敵意は吐き出すんですよ、批判はすごいですよ、だけどその尾長さんはどういう人間か、ね、あなたたちの言う通りの人かもしれないと、まあ、でもそれはとりあえず置いといて、あの人がどんな人格であろうとも 74% は多すぎるだろ、少しは本土も負担しろよと言ってるのは筋が通ってて、だからみんな投票するんでしょと、尾長さんが間違ってるんだったら、これについてあなたはどう思うんですかって言ったら、何ももごもごして 何もないんですよ。だからそれで聞こえてくるのはね、東洋のね、中国に操られてると、あと反対派、あの日党が出てると、もうそのぐらいの話しかないわけですよ。でもう 何の根拠もないデマ攻撃っていうかね、そうすると、じゃあただ個人的に尾長さんに裏切られて悔しい悔しいっていうのは有権者と関係なくて、あなたたちだけの個人的な感情じゃないですかっていうね思っちゃうんだけど、うん、その主張がないっていうことに対して、なんかそれでいいのかな。だからネット右翼プラス、あの安倍さんの側の、あの代弁者と、うん、でお金は、まあ、あの辺からね、ネット右翼自民系で、だから少なくとも私たちはちゃんとした保守で、あのネット右翼みたいな、ああいう人たちとは違ってもちょっとまともな人間ですよっていうことを、ここ線引かなくちゃいけないんじゃないかと思うんだけど、なんか線があるようないように、不思議だよね。もうあんなに議員やってさ、僕も 何度も落選してるから羨ましいんだけど、あんな議員の立場だったらね、ちゃんとしたものでやってやれば、まあ政治的なのはしっかりしたのが、あの行動仕事ができるし、一般の沖縄の人たちも納得させるだけのね、そのぐらいの立場がね、あるのにもったいないなと思うね。自民党県連とか行くとね、本棚を見ると百田直樹の本だとかね、あの正論だとかウィルだとか、なんかネトウヨみたいな本ばっかり並んでるんですよ。やっぱせめて文藝春秋ぐらいまでにしてね、そこよりも向こう側のやつはちょっと、だから僕は不思議と思うんですよね百田さんとかでもね、いろんな理論を勉強してね、琉球独立党みたいなね、独勉強したり、分かった上であえて嘘ついて、あの日本民族が得するように、沖縄を損しても日本民族得するようにプロパガンダ的に言ってるのか、だったらまだ少しはあの頭は大丈夫かなと思うんだけども、うん、なんかそうじゃなくて全然無知でね、うん、その程度の理論でそう本気でそう思って言ってるのかというか、うん、なんかよくわかんないところありますよね。だとしたら相当日本は あのそういうあのまたあの変な過ちを繰り返す可能性がありますね。例えばあの勉強そう言ってることが本当にそう思ってるんだったら、じゃあ中国と仮にね戦争したとして、今あのネット行くはあの経営はあの、大本営発表と同じで、あと中国に関してはいいことも悪いこともあの情報を取って流してるんじゃなくて、中国の悪いこと、日本の自画自賛だけを流してるんですよ。そうすると